2008年9月9日、突如としてこのような書き込みがなされた。嫁姑か夫婦間の問題か微妙なんだけど聞いてください。母親が、長期休暇に嫁が子供、4歳、を連れて実家に帰り自分のところに連れてこないことが気に食わないらしい。嫁の実家は高速で4時間、俺の実家は高速で30分。嫁が気を利かせて月1で嫁、子供の2人で俺の実家に1泊2日してくれてる。仕事がなければ俺も一緒に行く。嫁実家は年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みに3泊4日くらい帰っている。俺は行かない。新婚の頃、長期休暇は夫婦だけで過ごそうと話していたけど、俺が最初の長期休暇の時に、お袋寂しがってるから俺の実家へ行こう、と誘い。話が違う。じゃあ、私も親が寂しがってるから実家に帰るね。隣それ以降長期休暇は別々に過ごしていた。それはそれでお互い友人に会ったり飲みに行ったりで問題はなかった。特に親も文句言わなかったし。それが子供ができてから親、主に俺の母親、が口を出すようになった。月一で嫁と子が行ってるにもかかわらず長期休暇も来るようにと。多分、長期休暇の時に近所の人のところに孫が遊びに来てるのが羨ましいんだとは思う。でも嫁にしたら月一で泊まりにも行ってるのに何が不満なんだ。私の親のことは無視か、となっている。嫁の提案で、長期休暇のゴールデンウィークと年末年始は俺の実家に、月一で嫁の実家に行くようにするというと。それも寂しい、孫に月一で会わせてくれないなんてひどい、と母親が言う。さらにひどいのが盆休み。お盆の行事に嫁と子が来ないことを俺がいないところで嫁にチクチク言ったらしい。先祖を迎える気持ちがないのかとか、嫁なんだから盆に来い、とか。それに対して嫁は、私にも先祖がいますから、とか、お盆の日程を3日ほどずらしてくれれば出れますよ、とか言って母親を怒らせた。嫁から母親に1年交代で、長期休暇と月1の泊まりを交代する案を出したけどそれも母親に却下され、嫁はもう知らね状態です。どうすればいいでしょうか？夫婦間の問題かどうか悩んだのは、最初に約束、夫婦で過ごす、という約束を破った結果、今のようになったからです。それカテリータのエネミースレに書いたら旦那さんフルごっこ状態だよ。妻が緑の髪出さないうちに自分の親閉めとけよ。どっちがおかしいかは分かってんでしょ。母親が家に突撃したり居座ったりはないので、嫁や俺に来い来いって言いながら母親はこっちには来ないです。なんでそんなに親に気を使っているわけ？俺たちの家庭なんだから、口を出すな、とか、こっちの都合で行きたい時に行くよ、とかガツンと言えないのか？大体嫁さんが、お前がいないにもかかわらず泊まりに行くなんて偉いよ。それだけでも偉いのに、さらに口を出す母親って。俺なら切れて、1年は行かないな。とにかく子が、嫁実家に行くのが気に入らないみたいで。何回か、向こうの親御さんも会えないのを我慢している。わがまま言うな。と言っても、でも向こうの家に何泊もするなんてずるい、となって、どうすればいいのか悩んでます。今の状況が気に入らないなら月1回の泊まりもなしにする、と言えばいいこと。自分の母親がわがまま言ってるってのはわかってるんだろ。現状でも単純に泊数だけ数えても9泊と12泊でバランス変えてるんだし。しかも一致自身は嫁実家に顔も出さないし。これ以上不義理してどうすんだ？これができないっていうなら、家庭板とコラボ狙ってるかエネスレのネタ信憑性を高めるための釣りとしか思えない。今の状況が気に入らないなら月1回の泊まりもなしにする。もうこれを言うしかないですよね。いや実際には一度もう少し軽めに、これ以上言うなら嫁さん子供連れてこなくなるよ、とは母親に言ったんですけど、逆効果だったんで。もう一度ガツンと言います。ただ年寄りの考えって帰れないっていうので、どうなるか不安ですが。先祖や親よりも家族仲最優先。家族が不仲になるようなら一家規制も全てするが。どっちも実家にも年2回以上帰省するな。帰省しなかったら死ぬわけでもあるまいし。盆に夫実家、正月に嫁実家もしくは盆に嫁実家と正月に旦那実家。これで十分。嫁さん、別に無体なことしているわけでもなく、お互いの実家を適当に行き来してバランスをとってるから、嫁さんにどうにかしてくれ、とは言ったらダメだろうな。この場合はお前んとこの母ちゃんが、月一も長期休暇も全部うち来い嫁の実家には行かせるな。ってわがまま言ってるわけだろ。要約すると、嫁は関係なく、お前の母ちゃんを納得させるしかないよ。納得しないなら、かわいそうだけど、もう行かないよ、とするしかない。今の状態でも、相当嫁さんは頑張って孫の顔を見せに行ってくれてると思うしさ。
一致は不安ですがとか言ってる場合ではない。一致母のわがままを通してたらそのうち嫁に逃げられるぞ。月一の泊まりもなくなるからな。家族不仲ではないんだ。嫁とも仲いいし、子もよく懐いてくれてる。それに俺は嫁が長期休暇で帰るのに反対してるわけでもない。問題は母親だけ。昨日俺の携帯に母親から電話あって、敬老の日は向こうの実家に行かずにこっちだけに来なさいって言われて、どうしたもんかと思って。嫁は本当によくしてくれてると思う。俺も頑張ってるつもりなんだけどまだヘタレなんだろうな。敬老の日は向こうの実家に行かずにこっちだけに来なさいって言われて、自分の親がこんなこと言ってきたらショックだな。自己中すぎだろ。一致も頑張ってるんだろうが、ここは踏ん張りどころだな。敬老の日はいっそどちらの実家にも行かずに親子水入らずで行楽にでも行くのはどうだ。年寄りも考えが変えられないから、嫁を従わせた方が楽だと思ってるなら、離婚を覚悟した方がいい。そうなれば、お前の母親は二度と孫に会えなくなる、祖母に面会権はない、ということを母親に言い聞かせろ。敬老の日は向こうに実家に行かずにこっちにだけ来なさい。お前の母親やばいわ。これ聞いてどうしたもんか。なんてうるいこと考えるようじゃダメな。俺ならこんな非常識なこと言われたら、バカも休み休み家、と即答して説教なんだがな。どうしたもんかじゃないだろ。きっぱり、両方の実家に行く。文句があるなら、そっちには行かない、ぐらい言えないのかよ。もともと今回は俺の実家に泊まる予定だったんだ。10月の3連休がちょうど嫁父の誕生日になるから嫁実家は10月に行こうってわで嫁と話してた。ただ今回の泊まりが日曜月曜だったから、もしかして土曜日は嫁実家にって勘ぐったみたい。その時は、何言ってんの？しょうもないこと言うな、って言ったけど、今までの、長期休暇は、いや、嫁実家ずるい、発言にしてもそうだけど今回の発言には、息子としても引く。なんとかせねば、と思ってここに書き込んだけど、もう合わせないが一番いいのかもしれない。追加。嫁実家に対しては、子供が描いたじいちゃんばあちゃんの絵を郵送していて、ありがとうって電話があった。ここは鬼女ばっかだな。ボンに実家帰るのはアウトだろ。結婚して将来夫側の墓に入るんだから夫側のボン行事の方が優先だろ。へえ、そんなこと考えもしなかったな。ボン行事なんてここ数年まともにしてないし、ボン休みイコール夏季休暇の規制としか思ってない。それに墓に入るったって後取り限定だろ。それ以外の兄弟は関係ないじゃん。うちはどっちの墓にも入らねえよ。そういう状況になったら新しく買う予定。嫁実家もうちも実家もそうなんだから、それでいいと思ってる。ボンは、双方自分の実家の世話をする。子供は、小さいうちは嫁が連れてって、ある程度の年齢になったら子供の意思を尊重。中学生になったら部活もあるし。一致、いっそのこと、嫁の両親とお前の母親で直接対決ってのはどうな？夫側のボン行事の方が優先だろ。俺はそう思ってない。夫側だろうが嫁側だろうが、先祖のことは大事に思ってる。だから嫁が自分の実家で盆行事しても何も思わない。俺の実家の墓にはいる必要もなく二人の墓を建ててもいいと思う。嫁は、二人の墓が無理なら実家の墓に入ると言ってるし、この一人っ子や二人っ子の時代に後継ぎだとか、夫側が優先だとか思ってない。俺の母親も昔そんな感じだったのに、なぜか今は夫側敬えって感じになってる。ダブスタってやつなのかな。まずはお前が一家の長としての自信と自覚を持て。その上で、我が家の方針、を決めて押し通せ。いつまでもお袋の子供として顔色を気にするからややこしくなる。こっちが自信を持った態度で出たらお袋さんも折れるだろう。押せば折れると思うからわがままも言うんだ。嫁の親父さんが亡くなった翌年の二盆に、半年も前に亡くなったんだから、と俺実家への帰省を強要し、嫁に逃げられかけた俺が来ましたよ。強制したのは俺の母親なんだが、あの時の嫁の顔は一生忘れられないと思う。綺麗な、冷たい笑顔で言うんだ。あなたのお母さん、最低ね、って。最低な母親を止められないあなたも最低。ああ、そんな男と結婚している私も最低ってこと？そんな最低な両親に育てられている〇〇、娘、も最低になっちゃうのかしら。子供を最低な人間にしたくないから、離婚しましょ、ね。とりあえず土下座して、電話番号と家の鍵を変えました。それ以来3年、俺の両親は娘の顔を見ていない。親と嫁、どちらを取るか考えるだけだろ。親を取るなら、嫁に親の言い分を飲ませればいい。嫁を取るなら、
嫁の言い分を親にもなせればいい。自分は暇盗みが一番最悪。親はあと10年が意外でくたばるし、今一緒に暮らしてるわけじゃない。嫁はあと40年は生きて、何もなければ一緒に暮らし続けるわけな。どっちを取るか、よーく考えてみよう。どっちを取るもなんも選択肢に母親は入ってないよ。嫁と子供が俺の家族だから。嫁の親父さんが亡くなった翌年の2本に、半年も前に亡くなったんだから、と俺実家への帰省を強要し、嫁に逃げられかけた俺が来ましたよ。強制したのは俺の母親なんだが。それは嫁さん怒るよな。家の鍵変えたって、母親が鍵持ってたってこと？それもありえない。でも母親のわがままを止められないのは俺の責任だからはっきり言うよ。どっちを取るか？って、そこまで言うほど一致はひどくないと思うけど。嫁さんと仲もいいみたいだし、嫁さんに妥協しろって強制してるわけでもなく。っていうか、親父さんは何してんだ？どっちを取るか？って、そこまで言うほど一致はひどくないと思うけど。どっちかを取らなきゃ、どっちも失うぞってみんな言ってるんだが。まあ嫁と子供は失うだろうな。親はどうだろうね。親を取るイコール嫁と子供を失う。嫁は赤の他人になる。嫁を取るイコール親とは疎遠になる。場合によっては絶縁。不幸か不幸か他人にはならない。嫁はよくやってくれてると思うよ。できる限りのことはしてるし、一致の母親が納得できるようにいろいろ案を出してる。それをことごとく蹴って、自分にだけ尽くせって無理を言ってる母親が悪い。嫁を大事にする方がいいと思うけどな。母親に言うときだが、嫁が来なくなるよ、じゃなくて、嫁を生かせないからな、って言えよ。嫁の意思で行くかどうか決めるみたいに言うから、母親が余計に勘違いするんだ。あくまでもお前の意見として言え。実際は二人の意見だがな。母親に言うときだが、嫁が来なくなるよ、じゃなくて、嫁を生かせないからな、って言えよ。嫁の意思で行くかどうか決めるみたいに言うから、母親が余計に勘違いするんだ。これ指摘されてやっと逆効果だった理由が分かった。指摘されて初めて、分かるって俺鈍感だ。とにかく今日母親に電話する。昨日の電話で行く気をなくした。いつまでもわがままが通ると思わないでほしい。これ以上わがままを言うようなら、もう二度と連れて行かない。これでいいだろうか？親父のことだけど、親父は孫が来てくれるだけで嬉しいって感じ。母親が電話や嫁に恋恋言ってることは知らないと思う。親父にも相談というか報告という形で連絡しておく。これ以上じゃなくて、もうアウトだろ。人間としても尊敬できる言語じゃない。子供の教育に悪いから、もう合わせる気なくなった。自分も親がこんなこと言うのかと思ったら、心底悲しくなったよ。嫁は極力孫を合わせる努力をしてくれてて今の義内にしたら、できた嫁さんだと思う。嫁は何も言わないけど、こんなに俺の親思いな行動をしてくれてるのに親がわがまま半枚じゃあ俺自身が恥ずかしくなってきた。とか。わがままが過ぎるので、しばらく嫁も子も行かせない。こっちから見て反省したと思ったら、その時改めて考える。とかどうだろう。もう二度と連れて行かない。じゃなくて、行かせない。じゃないとお前の言葉としてはおかしいと勘ぐられないかい？みんなのアドバイスを参考にもう一度電話でなんていうか考え直します。旦那が嫁よりも怒れば、嫁は粗暴に入る。旦那が親の粗暴をすれば、嫁は強固になる。子供を持ってるのは親じゃなくて、嫁側なんだから、親は折れるしかないんだよ。だから、一旦縁切って、折れてくるのを待てばいい。父ちゃんにうまく取りなしてもらえたらいいな。お前の母ちゃん、更年期とかにゃ？なんか、普通に聞いたらおかしいよな。ってこと言うって、やっぱなんか原因あると思うよ。2時間後。一致です。電話の結果だけですが報告に上がりました。まず親父に電話してみた。昨日母親に言われたことを伝えたところ親父に謝られた。親父が食事の時に、母親に。土石は向こうのご実家に行くのかな？行くんだったらゆっくりしてくれば向こうの両親も喜ぶのに。うちはいつでも来れるから別の日でも行ってようか。と言ったらしい。その後親父は風呂に入ってて母親が俺に電話したことを親父は知らなかった。親父は嫁が長期休暇に帰ることも悪く思ってなくて毎月嫁が子を連れてきてくれるだけで嬉しいそうです。今までの母親の言ったことなどを伝えると、うんと唸ったままでした。とりあえず俺が母親に電話した後親父が母親と話し合うことになりました。次に母親に電話して柿のように言いました。昨日の話だけど、人として恥ずかしくない？今までの発言も踏まえて、よく考えたけど、もう今後連れて行かないように嫁に言うよ。ああいう考え方は〇〇の教育にも悪い。
それに一生懸命俺の親と仲良くしようという嫁の気持ちも踏みにじってるんだよ。それって嫁いびりだし。長期休暇を別々にって決めたのは俺だし、もし家族一緒に過ごすとなってもそれは俺と嫁と子供の3人だけだから。3人が家族だからね。こちらからかけるまで電話してこないで。とりあえず要件はそれだけ。じゃ。と言って一方的に電話を切りました。話の途中で、そんなこと言わないで、いや、今度から気をつけるから、と言ってましたが、あとは親父に任せようと思います。今のところ母親から家にも嫁にも俺にも電話はかかってきてません。更年期障害は以前になってるので、違うと思います。おつ。とりあえず親父さんはまともなようだし、あとは任せておけばいいと思う。いい仕事したね。これからも、頑張ってね。多分、一致の母親は、妥協案を出すと、そこを軸足にして、さらに踏み込んでくるタイプだね。これ以上はダメだ。と、はっきり言う必要があるね。まあ、言ったか。ふと思ったんだが、母親がお前が仕事行ってる間に乗り込んできたらどうすんだ。当分嫁と子供を避難させた方がいいんじゃないか。俺から見たらお前の母親それくらい頭いってるぞ。つまり今後は認知症なり老人性うつなり疑うべきなんかいと。ここから先にまた踏み込んできたら、疑うべきだろうな。子としては悲しいことだが、親父がいい人そうなだけに虚しいな。母親がバカやらなきゃずっと平穏だったのに。更年期障害は以前になってるので、違うと思います。いや更年期が長い人もいるから収まってないのかもしれない。それに更年期うつさらには初期地方という人もいる。病気というよりむしろ自分の立場に都合意欲変わってるだけのケースが多いだろうが、念のため親父さんと連絡し合って様子は慎重に見守るよう促した方が良くないか。翌日、一致からの続報が上がります。一致です。親父と母親の話し合いの結果の電話がありました。親父がしょぼんとしています。いろいろ話し合った結果ということで、どういう話の流れかは俺にもわからないんですが、親父が定年退職したことにより母親のストレスが溜まったようです。親父が5年前に退職して家にいるのがストレス。私、母親、の都合もあるのに今度旅行に行こうとかいう。生活のリズムが崩れた。それに比べて嫁は自分のリズムで生活している。嫁の親もまだ働いていて、楽しそう。羨ましい。私、母親、にとって孫が来るのだけが楽しみ。なのに長期休暇は来ない。寂しい。なんでもっと来てくれないの。嫁の実家になんて行かなければいいのに。みたいな感じです。あと3年前に父方祖父母の墓を見てくれてたおじ、独身、が亡くなったことで墓を親父が見るようになって、それも苦痛だったようです。話し合いの後は、母親も反省して親父に嫁ちゃんに悪いことした、もう来てくれないんだよね、などと言ってるようです。親父ともあと10年以上は一緒に生活するだろうから、お互いが楽しめる趣味を見つけて残りの人生を楽しもうという話をしたようです。ただこれですぐに電話や訪問を復活させるとまた元に戻る可能性があるので、半年くらいは電話もせず、その後様子を見ながら変えていこうと嫁から提案があったので、そうしようと思います。敬老の日は嫁の実家に行こうかと思ったけど、もう予定が入ってるそうなので、家族でどこかでかけるかしようと思います。ありがとうございました。純粋に孫に会いたいだけならよかったんだが、不幸な私、幸福な嫁、って嫉妬してたのか。女の嫉妬は怖いぞ。正直言って、なぜその矛先は嫁の実家や嫁に向かうのかが理解できないです。親父によるストレスだったら親父に向かうのが普通だろうと思うんだけど。あれな、夫が委託症候群つったか、まさに一致の母親のストレスがそうな。ググれば対処法が出てくるんじゃないか。親父の方が退職して濡れ落ち葉みたいになるんじゃないかと心配してたけど、母親の方は気にしてませんでした。ググって調べてみます。ありがとう。それが心の病ってもんだ。吐け口にしやすい方に矛先をすり替える。夫婦在宅ストレス症候群もありそうだし、父に言って精神科受診させたら、その結果がある程度出るまでは接触は避けることにしたらいいじゃないか。俺もググってみた。何にもしない人間が一日中ゴロゴロして指図すや鬱陶しいわな。あと、もう一度結婚するなら誰と結婚しますか？というアンケートでしたが、その答えに対して、妻の答え今の夫と結婚する。30-50% の回答、夫の答え今の妻と結婚する。90% 以上の回答、ってのがあった。この大きな差。ストレスっていうのは弱いところに向かうもんな。嫁が個人的に弱い人かどうかはそれぞれだけど、嫁イコール弱いもんなってのががあるんだろう。俺らの親世代にしたら、昔の意識の人が多いし、
嫁と孫って、やっぱり一難したというか。嫁なんだから今回の言う通りにしろ、的な感じで吐け口認定になったんじゃないか。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。